雨が降ってきました。雨降って、なんか降ったりやんだりじゃない今日。確かにやばいよね。洗濯もう入れた？入れた。アホな人がまあいるよ。キモい。あのね、うん、この人のね、うん、あの私この人にだからね、うん、私もこういうのついにこの人呼ばわりになったよ。リちゃんの方が好き。ルミの好きなになってる。ルミが好きにさせられてるよ。リちゃん見とって、リミ取って。もうこの声から離れなくてもいらっしゃるじゃん。41番。あのプリンアラモードパフェ。プリンアラモードパフェ見えない。とこっちにないの、プリンアラモードパフェの写真。嘘じゃない？これでしーちゃんが今日食べたくて来ました。そうなの？え、そうね。いいよ。最初からそれ。いいよ別に。食べるでしょ。今は食べない。お、花江夏樹さんですね、声。いいね。未だになんだね。ね、前一回聞きに来たもんね。うん、前聞きに来た。くら寿司と間違えて最初。懐かしくない、あの時。間違えたよね。最初くら寿司行っちゃってさ、そうそう、浜寿司だったって言ってさ。ね、また改めて浜寿司行ったんだよね。そう。あ、はいはい。これが聞きたくて聞きたくてたまらなくて。そうそうよね。そのためだけにね、来たもんね。だいぶ前だね、もうね。前だね。ママ、嘘ついて。嘘ついた？何が？あ、くら寿司？私は数字です。あ、そう懐かしい。また来ますって言ったね、それは。くら寿司に申し訳ない。くら寿司ごめんなさい。あの時はごめんなさい。マスク逆じゃない？いいぞ。ね？文字が逆じゃない？本当？文字が逆なんだ。本当だ、逆だ。頼まないの、みんな。リミ頼まないの？あ、もうお腹空いてない、もしかして今日は。そっか、リミ今日の子にも行ってないっすね。サーモンのガンガン盛り食べる人。はい、ママ、お食べしい。ママサーモンじゃない、サーカン盛りがいい。お取り忘れにご注意ください。ました、サーモンの酸化盛り。うん、おいしそう。醤油がいろんな種類ね。これポン酢。さあどうする、何を使う。お、来た。じゃ、じゃんじゃん来ましたね。はい、どうぞ。で、マグロの酸化、マグロの酸化盛り。プリンアラモード来ませんね、プリンアラモード。うまいね。頼んだ。頼んだ。すごい、醤油の種類がめっちゃいっぱいあるんだけど。どうしよう、何だ、何で半透明にするか。まずは濃い口醤油。美味しそうなんだけど。めっちゃ油だいぶ。茶碗蒸し。ママも来ました、茶碗蒸し。ありがとう。あ、来たよ、プリンアラモード。じゃんじゃん来た。すごい、やば、でかっ。やばくない？あ、トトも来たよ。スイちゃん、じゃんじゃん。いただきます。これは誰？パパ？パパ見たよ、ちっちゃい。そば？うん、おいしい？やば、しかも納豆も来たよね。うん、いただきます。やばこれ、最初に食べる人初めて見た。うま、おいしいんだけど。もうこれ食べに来たようなもんだもんね。これを食べに来ました。これを食べに浜寿司を選んだっていうね。うん。単純。やばい、美味しい。
寿司ローより美味しい気がしてきた。マジ？うん、寿司ローより美味しい。久々に浜寿司に来た。冷たい。ちょっと凍ってるかな。浜寿司名物。たまに凍ってるよね。浜寿司名物凍った寿司。また来た。え、また違う軍艦の納豆も頼んだの？うん。相変わらず納豆来ました。納豆大好きなんですか？今食べ物納豆巻きなんです。そうだよね。ママなんか変わったもの頼んでみたんだけど、じゃじゃーん、うん、おーすごい、明太餅茶碗蒸しとかいう、面白くない？やば、なんか違う、餅入ってんのかなこれ。なんか明太子だけの人も明太子だけ、そんなことないよ。餅入ってるんじゃない？中にチーズもないんだ。忘れちゃったんだ。嘘、マジ？あ、入ってる入ってる、ほら餅いました。餅忘れられないでしょさすがに。これ冷凍じゃないの？全然凍ってない。一瞬でなくなったね。やば、美味しい。美味しい。これもう一個いけそうな勢いだもん。あと、甘王のモンブラン。あ、そっか、甘王のモンブラン、うまどの醤油が美味しかった？この醤油？うん、この昆布。昆布醤油が美味しかった。うん、へえ。あ、いろいろ醤油もね、こうやって比べてみると味が違うね。全部違う。ね。うん。大トロサーモン。大トロサーモンに向いてる。うん、これサーモンだからね。うん、こういう口にしよう。うん、いただきます。グノッペうまいな。デザート豊富だね。ね、ね、いっぱいあるね。おいしい、これシャーモン、おいしい、結構ハマ寿司おいしかったね。ね、おいしかった。スシロー、最近スシローかくら寿司しか行ってなかったもんね。ね、かっぱ寿司と迷ったんだけどね、今日。美味しい？すごいね、しーちゃん。いい食べっぷりだね。プリンアラモード食べてるからね、もうね、すでに。受けるんだけど。一番最初に食べた。ね、一番最初に食べた。いいの？ポテト、リミの残りのポテトも志保食べるみたいな。今日はすごい食欲ですね。お腹空いてたんだよね。確かに間違いない。もう家なかったからね、うん、いや休みの日はいつもこうです、我が家は。今4時ぐらい、うん、4時ぐらいでもうこれ夕飯です、うん、夕飯です。4時5時、はい。だからこのまま夜ご飯は食べない代わりにいっぱい食べる。そういうこと、そういうこと。ね。ね、ひみちゃんもなんかデザート来ました。美味しそう。あっちの刺身醤油だって。刺身醤油の出番よ。
すごい全部もちゃがちゃただに、ね、どう？美味しそうだね。なんかめっちゃ美味しそうな感じ。うん、いいよ。めっちゃチョコ。めっちゃチョコ、濃厚。という間にしほちゃんはむしゃむしゃ食べてますね。むしゃむしゃ。めっちゃむしゃむしゃ食べてます。すごいな、しーちゃん。食べっぷりがいいですね、今日も。でしょ？美味しいですか？頼むよ。これしーちゃん？なにこれ？豚汁。すごい、ここへ来て豚汁。すごい。さすがですね。さすがでしょ。今日ね、しーちゃん以外は結構失速気味なんだよね。ママもちょっと酸素のところで、ちょっとなんかお腹がいっぱいになって。パパも大丈夫みんな。大丈夫、大丈夫、大丈夫。お腹空かない？うん。今食べといた方がいいよね。確かにね。夜にさ、9時ぐらいになってさ、お腹空いた方が絶対ない。確かに確かに。絶対ダメだよ、あれは。でもしーちゃんが偉いところは絶対夜食べないところだよね。しーちゃん以外の人は結構なんかちょっと小腹が空いたからちょっとなんかお菓子つまもうとかさあるけど、しーちゃんは絶対食べないって意志が固いから、そこはすごいなと思う。絶対食べないよね夜ね。偉い。小腹空いたとか言ってカップラーメンとか食べるけどさ、うん、そう、なんかしらちょっとつまんじゃったりするのが現状なんだけど、しーちゃんだけは絶対食べないからね。お腹空いてないのって声かけても大丈夫っていつも言われてね。そこが素晴らしいと思う。食べれるときにいっぱい。うん。いい顔しますね。あまおうモンブラン、美味しそう。可愛くない？このピンクのお皿が。可愛い。可愛いよね。ピンクピンク。ピンクピンクだね。本当ピンクって感じなんだね。美味しそう。じゃーん。美味しそうなことで早速いただきましょう。デザート2個目ですね。これ最後かな、さすがに。これで最後。うまっ。みーちゃん塗ったら美味しいよ。美味しい？塗ったら美味しいよ。美味しい、これ濃厚？うん。うん、お刺身頼みます。そう、はま寿司ってお刺身があるのがいいよね。これ100円、ね、うん、200円、200円だよ。ねえ、二人で喧嘩をしないで。あ、リムパーク。カメラ見た瞬間やめた。やめた。